皆さんおはようございます。今週から大型連休、いわゆるゴールデンウィークに入ります。本日はこのゴールデンウィーク期間中の、新型コロナウイルス感染症について、感染拡大防止対策につきましてですね、県民の皆様に対して、お願いをさせていただきたいと思います。このゴールデンウィークでございますが、今年は令和元年以降ですね、見ますと3年ぶりでございますが、飲食店等の営業時間の短縮要請など厳しい措置がないゴールデンウィークとなります。しかし福岡コロナ警報は発動中でございます。現在、毎日報道等でも伝えられておりますが、日々の新規陽性者数2000人前後という発生が続いておるわけでございます。またより感染性が強いとされる BA2 への置き換わりが進んでおるということで、決して気を緩めることはできない状況にあると認識をいたしております。この連休中にですね、お出かけあるいはお友達やご親戚等との会食など計画を立てていらっしゃる方も多いと思います。しっかりとですね、感染防止対策を取っていただきまして、気を引き締めながらそれぞれのご予定を楽しんでいただきたいと思います。こちらにスライドが出ておりますが、この基本的感染防止対策の徹底ということでございます。やはり最大の感染防止対策は我々自身の行動にございます。まずワクチンを接種された方も含めましてですね、マスクを正しく着用していただく、そして手指の消毒をこまめに行っていただく、それから3密を回避する、そしてもうだいぶ暖かくなってまいりました。窓も開けやすくなっておると思いますので、お部屋の換気など基本的な感染防止対策の徹底をですね、改めてお願いを申し上げます。それから外出にあたってはですね、行かれる先、目的地のですね、感染状況でありますとか、あるいは利用されるお店や施設、こういったところの感染防止対策というものがしっかり行われているか、よく確認してですね、行動していただきたいと思います。そしてもう日頃ですね、皆様方も十分なさっておりますけれども、訪問先での手指の消毒でありますとか、検温等の設備が設けられている場合がございます。こういった手指消毒、検温等をですね、忘れずにお願いを申し上げます。それからゴールデンウィークということでですね、久しぶりに里帰りをされると、ふるさとに帰って見える、あるいは普段なかなか会えない人、友達と会うと、そういうふうな機会も増えると思います。ただですね、やはりご自分の体調をちょっと考えていただいて、軽度であっても発熱がある、軽い発熱があるとか、あるいは少し体がだるいなと、倦怠感など、少しでもですね、体調に異常を感じられた場合は、そういったご予定、人と会う予定をですね、控えていただきたいと思います。特に高齢者の皆さん、あるいは基礎疾患をお持ちのある方、こういった皆さんはもし感染した場合には重症化してしまうというリスクも高いわけでございます。こういった高齢者の皆さん、基礎疾患をお持ちの方、ご自身もちろん気をつけていただくということと同時に、先ほど来申し上げておりますが、こういった方々とお会いになる、接する方々はマスクを外す、飲食などの場面においてはより一層の注意をお願いをいたします。いつも以上に慎重な行動をお願いをいたします。それから、こういったゴールデンウィーク中でございますが、感染に不安を感じる、もしかして自分は、感染してないだろうかという不安を感じられる、しかしでかつ無症状、特に症状はないんだけど大丈夫かなという心配がある方はですね、里帰り、あるいは旅行、あるいはお友達たちとの会食などの前にですね、
県が設けております無料検査所で、この無料新型コロナの無料検査をですね、受けていただきますように引き続きお願いを申し上げます。従来の検査所に加えまして、この連休中4月28日から5月8日日曜日まで、博多駅近くの博多グリーンホテルに臨時の検査所を開設いたします。博多駅から近いということで便利もようございますので、感染の不安を感じる方、無症状の感染の不安を感じる方は、ぜひご利用いただきたいと思います。この他にもですね、福岡空港でありますとか北九州空港をはじめ、県内各地において500の検査拠点がございます。ここも引き続き検査を実施をいたしますので、ご利用いただければと思います。詳しくは県のホームページでご確認いただきたいと思います。それからこちらのスライドの方になりますが、発熱症、もしですね、発熱等の症状がある場合は外出を避けていただく、そして医療機関の受診をお願いをいたします。またコロナの陽性になったという方で自宅療養をされている方、この中で症状が少し悪くなったなという場合には、平日の日中でありましたら保健所で、それから夜間休日は県のメディカルセンターの専用ダイヤルで ご相談をいただければと思っております。県におきましては連休中も対応可能な医療機関を地域ごとに確保いたしております。相談窓口ではですね、県庁のコールセンターで一般相談を、それから後遺症相談窓口も含めまして24時間体制で対応をさせていただきます。それとですね、やはりこの連休ということで、平日と比べましてどうしても医療機関の方も、お休みになるとですね、受け入れ体制が十分ではないということが想定されます。もしですね、自宅療養されている方でかつ酸素投与が必要な状況などが発生した場合には、そのまま自宅に待機というふうなことになることのないように、4月29日から臨時的に福岡市内に酸素投与ステーションを開設をいたします。ここにおいて、直ちに医療機関で受け入れができないような場合には、この酸素投与ステーションにおいて対応をさせていただく、こういうふうな臨時的な対応をして備えることといたしております。それから飲食の場面でございますが、先ほど来繰り返し申し上げておりますように、どうしてもこの連休中、久しぶりに会う皆さんと会食をするという機会も増えると思われます。外出の際はですね、感染防止認証店をはじめ感染防止対策を徹底しているお店を選んでいただきたいと思います。現在感染防止に第三者認証を受けている、いわゆるゴールドマークをですね、表示してあるお店は県内に2万店ございます。こういった感染防止対策を徹底しているお店を選んで、会食等をお楽しみいただければと思っております。また飲酒を伴う会食の場合はですね、個人のお宅での集まりも含めまして、飲食をする時間は2時間程度を目安として長時間を避けるというふうにお願いをします。また先ほども申しましたけども、お部屋の換気をですねしっかり行っていただきたいと思います。それから、県内で宿泊をされるという場合もあると思います。温泉等宿泊をされる場合があると思うんですけども、そういった宿泊の場合も感染防止認証マークをのある宿泊施設、ホテル、旅館など、感染防止対策を行っている施設を選んで、お楽しみいただければと思っております。それからワクチンについてでございます。今ですね、現在、ワクチンの接種状況、高齢者の方の3回目のワクチン接種率は9割を超えるという状況になってまいりましたが、やはり本県においても20代の方、また30代の方というのが
2割台、3割台ということで、依然として3回目のワクチン接種の率というのが低い状況にございます。やはりですね、若い世代の方であっても、やはり場合によっては重症化する恐れもございます。また後遺症というものについても懸念があるわけでございます。ワクチン接種を希望される方で、そしてお仕事の都合などでなかなか予定が立てにくい、予約が入れられにくいということもあろうかと思いますが、ぜひこの連休の機会を活用してですね、市町村県などが設置している接種会場で接種をご検討いただきたいと思います。県が県内4カ所に設置いたしております広域接種センターでは、予約なしで接種することができます。これは連休中も同様でございますので、ぜひ接種を検討されている方はこの連休の間の時間を活用してですね、ワクチンの3回目の接種をしていただければと思っております。最初に申し上げましたが、最大の感染防止対策というものはやはり私たち自身にあるわけでございます。ご自身を守るということはもとよりでございますが、ご家族やお友達など周囲の大切な人々を守るために、一人一人が基本的な感染防止対策を徹底していただきますように改めてお願いを申し上げます。そういった感染防止対策をですね、徹底していただきました上で、ゴールデンウィークは感染防止認証店のそのゴールドマークを 目印にしていただき、飲食とそれから宿泊、このダブルの安心でですね、福岡の食と旅を楽しんでいただければと思っております。みんなで力を合わせて感染防止対策と社会経済活動の両立を図るウィズコロナに向けた歩みを進めてまいりましょう。ゴールデンウィークの間の感染防止対策、何卒よろしくお願いを申し上げます。私からは以上でございます。無料検査拠点なんですけど、県外の方も受けられるという、はい、検査についてはですね、福岡にお見えになった場合には、そういった駅、空港などのご利用が多いかと思いますが、そういったところを活用していただいて、ご親戚とか会われる前にですね、ちょっと不安のある方は確認をしていただければと思います。予約せずに受けられるという予約は特にいりませんですね。はい、ただやっぱり混む場合もありますから、少しお待ちいただくということはあるかなと思います。酸素投与ステーションなんですけど、その病床ではなくて、この一時預かりっていうのを仮設されるっていうのは、どういった意外があって、先ほど申しましたようにですね、やはり自宅療養されている中で、少し症状が悪化して、酸素投与が必要であると、ただ連休中は、そういった救急受け入れ体制というのが、医療機関の方も通常よりは少し弱くなるということがございますので、万一に備えて、県としては福岡市内にその酸素投与ステーションを臨時に開設をいたしまして、そういった場合に対する備えをしておこうということでございます。今ここに1000人目が続いてて、現状全国的に見ると九州がかなり多いような状況なんですけど、現状 の感染状況やっぱり、県は独自対策とか問題対策をしてきたわけなんですけど、今後そのような対策っていうか現点での考えを始めるかでしょうか。はい、現状の、まず認識を申し上げますとですね、4月中旬以降は前の週の同一曜日を下回るという日が続いてきたわけでございますけど、またここ3日間ほどはですね、前の週の同じ曜日を上回るということになっております。やはり未だにですね、下げ止まりの状況にあると言わざるを得ないと思っております。そしてその新規に陽性になる方の内訳を見てみますと、やはりここのところですね、10代以下の方のですね、割合が増えてきているという状況でございます。
先ほど申しましたようにですね、決して気を緩めることなく、みんなで、それぞれの感染防止対策というものを確認しながら、そして慎重に行動していくということがまず第一であると思います。それとやはりそのワクチンのですね、接種と、厚労省のアドバイザーリポートですか、脇田座長もおっしゃってますけども、やはりあのワクチンによる予防効果というのは あるということが今おっしゃっておられますので、やはりそういうふうなこの3回目のワクチン接種をですね、先ほど申しましたように、やはりこの20代の方、30代の方、若い世代の方がまだ非常に低いという状況にございます。ぜひですね、ワクチン接種を検討されている方はこの連休の間の時間を活用していただいて、飛び込みでも受けれるように、予約なしで接種できるようにしておりますので、ぜひワクチン接種をしていただければというふうに思っております。以外なんですけど、先日旦過市場の方が台風で、ね、火災になりまして、知事もその後に視察に行かれたかと思うんですけど、市のプロジェクトチームにも県がオブザーバーとして入るということで、今後、どういった支援というのを考えているんでしょうか。私も発災翌日の20日水曜日に、秋田県議会議長と、それから北橋市長ともですね、ご一緒に現地を視察させていただきました。私も旦過市場はよく母に連れられて小さい頃から買い物に行っておった場所なんで、火事の現場に立って呆然とした思いをいたしました。一日も早くですね、被災者の皆さんにお見舞い申し上げますとともに、一日も早く事業の再開継続というものを図っていただけなければいけないというふうに思っております。そういったことからですね、翌日の当日の20日、その視察の当日でございますが、北九州中小企業振興事務所に相談窓口を開設をさせていただきました。現段階では、この相談窓口のにお見えになった相談にお見えになった件数は1件ということでございます。それからまた旦過市場の商店街組合さんなどに県税の減免でありますとか、申告の期限の延長などの対応というものもできるんだということについて、この中小企業振興事務所の方からですね、ご説明をさせていただいたところでございます。こういったことをと合わせて、先ほどのご質問の中にもありましたように、市の立ち上げられたプロジェクトチームにオブザーバーとして県も参加をさせていただいております。やはりこの現場がですね、市長も昨日の会見でもおっしゃっておられますように、非常にその再整備、いわゆる区画整理に北九州市が成功者として取り組もうとされている、その矢先の火事であると。この再整備に向けては10年以上にわたってですね、やはりこう地元の方々とも市もずっと協議を重ねて来られたという経緯もございます。今回の被災された方の中にも、この再整備についていろんなご意見をですね、ご意向もあるやに伺っております。こういったことを北九州市としてもですね、きめ細かに被災された方々のご意向意見というものをお伺いして、今後の対応というものをですね、考えていきたいというふうにおっしゃっておりますので、我々も北九州市、また市の商工会議所とも連携しながら今後対応してまいりたいというふうに考えております。RKB 毎日放送の上田と申します。新型コロナウイルスのゴールデンウィーク対策の件でお聞きしたいんですけども、今年はゴールデンウィークの恒例行事、博多とんたく港祭りのパレードが今年3年ぶりに開催されますが、そのことについて一言いただければと思います。今回どんたくがですね、3年ぶりに開催されるということで、本当に博多の福岡の市民の祭りであると同時に、全国的にもですね、非常に、
有名なそういうお祭りがまた再開できると、まあ、これは非常に喜ばしいことであるというふうに思っております。実施されるにあたってはですね、まあ、ドンタクの演舞台を半分に減らすとか、あるいはパレードの規模も縮小する、等々ですね、新型コロナ対策にも十分配慮をして、またウェブなども活用しながらですね、このドンタクを実施していくというふうに伺っておりますので、また観覧される市民の皆様、観光客の皆様にもですね、感染防止については十分注意をしていただきながら、このドンタクのお祭りを楽しんでいただければと思っております。新聞新聞社の川口と申します。ゴールデンウィークの過ごし方についてお伺いします。県境をまたぐ移動については、改めて県民にどう呼びかけたいか、県外の方に呼びかけたいのかということと、その先ほど判断の理由としてご懸念の部分は結構言われたと思うんですけれども、経済活動を進めていくというような理由というか、その判断の根拠も教えていただきたいと思います。もう最後に、ゴールデンウィーク中に仮に感染状況が変わってきた場合に、期間中に何か対策を追加して講じる可能性があるのかということについてお願いいたします。県境をまたぐ移動ということについては、冒頭申し上げましたように、今回は県民の皆様の行動についてですね、厳しいお願いをするということはございませんので、特に県境をまたぐ移動を控えていただくとか、そういうことはございません。ただやはり行き先のですね、感染状況というものもまさにおっしゃったように、いろいろ変化をいたしますし、利用される施設というものも、これはもう県内県外を問わずでありますけども、やはり十分その感染対策というものを確認していただいて、安全なところでですね、楽しんでいただくということが必要であると思っております。それから経済活動の再開についてということですけども、やはりですね、我々も先般から申し上げておりますけども、ワクチンも開発される、そしてまた接種率も順次上がってきておると、そしてまた経口治療薬というものも開発される、またその飲食店等も含めてこういう第三者認証制度も進んできておる、そしてまた市民県民の皆さんのですね、感染防止対策というものに対する意識行動というものも非常に慎重にですね、行っていただいておるということ、また医療提供体制についてもですね、当初の頃に比べると病床の確保、あるいは宿泊療養施設の確保、あるいはその活用といった点もですね、充実してきており、こういったさまざまな条件、そしてまた現在のオミクロン株の特性というものを踏まえたときに、我々はその経済活動もですが、やはり地域活動とも含め、社会活動、経済活動というものとしっかり感染防止対策を行いながらですね、これを共に進めていくというウィズコロナをの歩みを進めていかなければいけないというふうに思っておりまして、そのためにもですね、このゴールデンウィークで感染が再拡大するようなことのないようにですね、みんなで気をつけながら、やっていこうということでございます。あともう一点が、連休中にということですね、そういうようなことが あってはならないと思いますが、急激なですね、感染についての感染状況の変化というものがありましたら、それは当然、機動的に我々も対策を取ってまいります。警備士の方々に2点を伺います。1点はコロナ関係の件、政府も駅など空港などにこういう無料検査場を設置するという方針を示してますけれども、政府の方針とこの今回の件の方針というのは合致しているのか。全くそれは同じ方針であります。予算とかも、我々もこれをやるにあたっては、国の交付金とも活用して、実施をしてまいります。すいません、ちょっと会見時間のところで、北海道の方で
船舶の事故が起きてますけれども、一部報道では福岡県在住の方も乗っていたのではないかというような話も出てるんですが、福岡県の方としてそのあたりを把握されていることはありますか。いや、一部報道でですね福岡の方もいらっしゃるというふうなことが報道されていることは私も承知しております。ただ現在海上保安庁でですね捜索も進められておりますし、この乗船者の方についての情報、これは第一海保の方で、一括して所管されておりまして、正式な公表はあっておりませんので、事実関係も含めまして私の方から現段階でのコメントは差し控えさせていただきたいと思っております。G7 の誘致についてですね、先般今日報道の方で政府は広島を有力に検討しているということがありましたけれども、知事の受け止めをお願いします。はい、そういった報道もあったということは承知いたしております。我々もその後ですね、政府の窓口の方にも、ご連絡はいたしましたけれども、政府での検討は現在も継続中であるということでありますし、また4月18日の松野官房長官の会見でも、松野長官におかれては現時点では何ら決まっているものではないということを明言されております。私もそのように受け止めております。いずれにいたしましても、やはりアジア、この G7 の参加国の中でアジアから参加をしておるのは唯一日本であります。やはりアジアと世界をつなぐという役割をですね、強くその日本の役割をアピールするということのためにはですね、アジアのゲートウェイとして長い歴史を持っていると、そしてまた未来に向けてアジアと深くつながっていこうとしている、この福岡において開催をするということが効果的であるというふうに思っておりますし、この点を岸田総理にお目にかかった際も強くアピールをさせていただきました。さらに言えば3年前 G20 の財務大臣、会合もございました。この時にも警備面のは何ら問題なくしっかり行わせていただいた、こういった警備面の実績、さらにはこの G20 の首脳会合の時に比べてもですね、ホテル等の受け入れ環境、こういうものも格段に福岡においては充実をいたしております。こういったこともですね、合わせ政府関係機関にはお伝えをしており、また政府の調査にも対応させていただいているところでございます。しっかりこれからもですね、政府の正式決定を待ちたいと思います。よろしいでしょうか。じゃあ、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。